新中国ともあつひなくんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで本日なんですけれども、おーい、何ですか、はい、何ですか、ちょっとツイッターを徘徊しておりましたら、おほい、すごくいいものを見つけまして、うん、おー、あーそれ、ね、いいもの、そう、8万いいねぐらいついてたやつで、おー、それがなんとですね、ほうじ茶パフェスタバフラペチーノ風、イエーイ、あー、見た、ボクさんという方がね、作られてたんですけど、うんうんうん、それ見て、飲みてって思って、確かに、うん、スタバのほうじ茶パフェっぽくな、うん、なんほうじ茶フラペチーノっぽくなるっぽくなるやつで、めちゃくちゃしかも簡単で、うんうんうん、もうね、その旦那さん大絶賛、いいね、できるよみたいな、ほうじ茶ラテはね、よく飲むよ、いや、わかるわかる、うんうん、体にいいし、ほうじ茶はそれがなんか家で飲めるなら、うん、家で飲めちゃう、じゃあ早速おうち、はい、スタバ、スタバやっていきましょうか、はい、はい、では早速レッツラゴーバー、はい、じゃあ作ります。レシピこんな感じで出しておくんですが、はい、まず先にほうじ茶ゼリーみたいなのをちょっと作ります。ほ、はい、うん、まずじゃあちょっと鍋にお水を 370cc、そうで、ここに本当はもうほうじ茶パックを2パック入れるそうなんですけども、はいはいはい、で後半の方にほうじ茶パウダーも使うのよ。へえ、 なんだっけ、なんか2つ使うのはちょっとあれかなって思って、今回はこのほうじ茶のパウダーでもうこっちも作っちゃう、お茶も、大丈夫、これでもお茶、本当に、そうそう、で 370cc に本当は2パックなんだけど、これは 100cc にティースプーン1杯だから 370cc ならスプーンを 3.5 杯、はい、ちょっと沸いてから入れましょう。そろそろ沸いてきたんですが、はい、その前にやることがあります。ゼラチン 5g を水大さじ2で溶かしておきます。はい、はい、でちょっとこんな感じで美味しくしておきます。もうこれ砂糖入れたらもうゼリーです。ああ、確かに寒天ゼリー、うん、あ、そう、ありがとうございます、幸せです。よし、じゃあほうじ茶入れていきましょう。はい、これは抹茶にしたら抹茶になるんですか。あ、え、そういうこと、そういうこと。あ、そうなんだ、俺抹茶の方が好きだな。でも分かる、抹茶あるよ、まあ、いやいや、あの、ちゃんとね、いい抹茶あるよ、うち、リスペクトしていこう、今日おじさん、わー、いい、3.5 杯、じゃあ溶かしたら、はい、火を止めて砂糖大さじ3、はい、で、ゼラチン入れます。はい、溶かすよ。これができちゃったら本当に簡単、これ固めて、もうあとだって盛り付けるだけだから。へぇ、よくない、一瞬で溶けた。では、入れます。はい、ラップをして、これを冷蔵庫に入れておきます。はい、はい、じゃあ、いってらっしゃい。3時間ぐらい冷やしてね、ちょっと緩めのゼリーができました。なんですが、先に今回の肝となるのがこちらクーリッシュだそうなんですけども、めっちゃ探したこれ、絶滅危惧種かと思った。絞り出します。で、ここにほうじ茶の素を小さじ半分でちょっと混ぜる。よし、ではそれっぽいのに持っていきます。このゼリー、アイス、ホイップ、めっちゃそれっぽいわ。これかけとこう。で、最後にミント。はい、ということでこちらほうじ茶パフェかっこスタバのフラペチーノ風完成です。やばくない？やばいよ、すげえ、すげえよ、すごいことになってる。それではいただきまーす。いただきまーす。すごくおしゃれです。おしゃれです。おしゃれすぎです。いただきます。おいしい。いただきます。おいしい。いただきます。よい、あ、うん、さい、これはすごいわ。すげーな、こんなん考えつくんだ。よう考えたな、マジで、ね、え、これゼリー部分マジでうまくない？うまい、やばいよね。うまい。これはうるさい人もうなるよ。うるさい人も誰やねん、うるさい人。甘いのあんまり好きじゃない人も絶対好きだと思う、うんうん、いや、全然いける。なんか上品だよね、うん、めちゃめちゃ上品、うんうん、これ確かにクーリッシュ大事かも、うん、
なんかさ、独特なシャキシャキ感ね、クーリッシュの。うん、まあ、ちょっと溶けてるけど、ちょっと溶けちゃったから、うん、あれだけど、まあ、でもスタバのね、まあ、あのシャリシャリ感がね、うん、そうそうだね、そうとかでもいいんじゃない、でも、あ、まあ確かに ねありだと思うわ、うん、どっちでも良さげそう、そうね、多分クーリッシュの方が絞れるからってことだな、やりやすそう、うん、まあ、でもあんまり見つからなかったって言ってたから、うんうん、そうだったら、そうだね、そうだったらちょっとシャキッとしたやつで代用してもいいし、ね、好きな、そう、ね、アイスでもいいし、うん、はい、あ、ということで、うん、やばい、いや今回はスタバ再現の、うん、ほうじ茶、はい、スタフラペチーノではないんだ、ほうじ茶パフェでかっこスタバのフラペチーノ風かな、うん、まあね、詳しいねレシピは概要欄に載せて、うん、お書かせていただいたので、うん、はい、はい、そちらをご覧ください、はい、はい、ということで、うん、いや非常に美味しかったですね、はい、うん、皆さんもぜひ、そう、あの、うん、作ると、ね、これはね、いいですよ、非常に食欲のせる夏、あ、確かに、ね、いいね、でもちょっとカロリーは取っときたいなっていう時にやっぱおすすめかも、ね、確かに、これはスルスルいけちゃうからね、うんうん、はい、ということで、はい、ぜひ皆さんも挑戦してみてください、ということで、はい、本日の動画でございました、皆さんご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、バイ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 ベイベー。